ハイスクール知恵。おはようございます。シミナト高校2年深原美代です。今日は吹奏楽部を知恵。吹奏楽部ってどんな部活なんですか？明るさと元気よさをもとに活動していて、地域とのつながりを大切に活動しています。吹奏楽部は地元の行事に参加し楽曲を披露しているんです。これは記憶でユニークな披露をしています。これってハッピーなんですね。これを現実で演奏しています。射水市民も大好き相談ファンクです。学部のパワーの源は学生の愛です。以上、